皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョン・スモールマンさんが6月10日に届けてくれたイエスからのメッセージをご紹介します。2023年6月10日のメッセージ。ここにはただ一つの力、ただ一つのエネルギー領域、ただ一つの永遠で無限の空間があります。それは愛です。父、母、神が絶えず果てしなく永遠に自分の分身として全てを、そして皆さんを創造し続けています。それは終わることのない愛の現れです。愛は果てしなく無限であり全てを包含しています。そこには神の神聖なる世界の全て、無限の広大さがあり、これも永遠に拡大しています。始まりも終わりもなく、ただそこには愛、大いなる源、母、父、神が存在するだけです。そして名付けられないもの、定義できないもの、広大な全てあるものに名前を付けようとあなたがどんなラベルを選んでも、愛は全てあるものを無条件に受け入れるので全く問題はありません。皆さん一人一人はその広大なワンネスの中の完全かつ無条件に受け入れられる一部であり、一例であり、現れなのです。ですからあなた方一人一人には永遠に変わらない値打ちがあり、価値があり、永遠に続く愛の神聖なる現れなのです。だから皆さんは何も恐れることはないのです。今一度申し上げましょう。というのはあなたが人間として人生を体験しているこの世界は、皆さんの多くにはますます不安定で不確かで安全でなくなりつつあるように見えているからです。人類の集合的目覚めのプロセスの主な一面として、非現実的な領域で今大きな変化が起こっていることを理解してください。肉体を持つ人間がそこで経験した空間、時間、恐れ、怒り、それらが生じた無の世界へと解放されていくのです。一時的に夢を見ていた非現実の状態からそこに存在していたものは虚空の中へ溶けていきます。その時は終わったのです。それは過ぎ去り皆さんは集合的に目覚めることを選んだのです。繰り返しますがそこにあるのは愛だけです。愛とはあなた自身です。あなた方一人一人全員を指します。ですから自分自身や他人を評価、判断するのをやめてください。なぜならそうすることで自分の神聖なる性質やいつも神と共に存在する自分の完璧なる価値を疑ったり、過小評価したり、軽視するからです。一時でもあなたが神から離れることはないのです。あなたが自己や他人を裁くとき、あなたはエゴを自分の中に招き入れ、あらゆる欠点を見つけるよう促し、このようにして自分自身への信頼をも損なっていくのです。非現実であり愛と相反するエゴはあなたに多大な影響を与えるだけでなく、あなたの思考、言葉、行動を操ろうとします。このことを心に留めエゴをストップするように意思設定しなければなりません。そうすればあなたは成功を収めるでしょう。あなたは愛であり、愛は神が創造したもので、存在するものすべてを無条件に受け入れます。覚醒するとはこの神聖な真理に完全に気づくことであり、意識的にそれを心に抱いて毎日の生活を全うすることです。目覚めるとはもう一度、そして永遠に自分の真実を生きることです。あなたとして他人に見せることに慣れてしまった偽りの姿。あるいはエゴから派生する恐れから自分を解放しましょう。そして本当の自分を人々に見せるのです。つまりあなたがただ存在することを周りの人々に見せれば他の人たちも励まされ、同じように自分へ許可を与え、その結果彼らが目覚めるのを実際に助けてくれるのです。そしてもちろんあなたが人々に与えた心の豊かさはそのままあなたへ帰ってきます。これは誰にとっても有益なことです。そしてあなたがあなたであることにより、他者と関わるときに非現実的な、あるいは一時的なエゴから来る言動を見せるのではなく、完璧にそして完全に自分のありのままでいることができるのです。
その結果あなたはより大きな平穏と満足感を経験し、日常生活で遭遇するあらゆる状況に対処することがはるかに容易になります。覚醒とは神があなたを知っているようにあなた自身を知ることです。それを知っていれば自分を愛し、自分を完全に受け入れることが最も自然で簡単にできるようになるでしょう。他人と自分を比べる必要はなくなります。自分がどこの誰であるかはあなたのために設定された、神のそしてあなたの意思です。そのことを知って受け入れることにより、日常生活でどんなことが起こってもそれを受け入れ賢く愛情を持って対処することができるようになるでしょう。あなたは真実を認識し、本当のあなたとして静けさと調和して暮らしていくことができれば、肯定的なものであれ否定的なものであれエゴ的な反応への誘惑があなたの平安を邪魔することはなくなります。自分自身と調和し穏やかに生きることは皆さん全員が望んでいることであり、それはもちろん可能です。そしてそれがあなたの真の姿なのです。しかしあなたのエゴは対立や意見の相違を好みます。そのようにして自身を表現することができるからです。ですから日課として静かな時間を取るようにしてください。そうすれば静けさがあなたを包み、あなたが今この時に考えたり、話したり、行動したり、しなければならないという思考に注意を払わないようにしてくれます。注意散漫にならないようにするのは難しいかもしれません。でもその意志を貫き通せば成功することができるのです。普段取り組んでいるどんな義務も、すぐに果たさないと時間を無駄にしているのではないかと不安を感じる代わりに、平和を楽しんでいる自分に気づくことでしょう。こういったしなければならないことは後回しにしていいのです。そして自分自身の中で平穏が深まるにつれて、そういった仕事を遂行する能力がはるかに向上していることに気づくでしょう。最後にこのメッセージに出会った時、あなたは愛から、そして愛の中で創造された神聖な存在であることを、そして愛することがあなたの本質であることをもう一度思い出してください。そしていかなる時も自分を癒し、自分に敬意を払い、神聖なる存在として自分自身と永遠の幸せのためにあなたを作り出した神を敬うことを忘れないでください。あなたの愛する兄弟、イエス。いかがでしょうか。頭では分かっていても恐れや不安はいつも付きまとってしまうものです。その原因を取り除くには何をすればいいのかを考えて取り組めば、いつの間にかなくなっているのではないでしょうか。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。